はい、どうもこんにちは、こんばんはもです、前回一つ目のバッジを手に入れたんで、今回から早速も進んでいこうかなと思うんですけれども、まずこっち行ってみっか。115番道路。あー、なるほどね、これ一方通行やつね。なるほど。洞窟の中って草むらのある道路と違っていくつポケモンが飛び出してくるかわからないけどドキドキしちゃうわ。まあ確かにね。お、モンスターボール発見。いい傷薬か。でもいい傷薬はね、ふみかさんが持ってるからね。ちなみにもうまだか。オッケーってことなんで、こっちですね。おっと、あー、君は遠くの森で助けてくれた素敵なトレーナーじゃないですか。あのアクアダに絡まれてた人ね。お願いです、アクアダに奪われたデボンの荷物取り返してください。あれがないと私とても困るんです。どこにいんだよその人はよ。116番ロードいますね、トレーナーさんが。な、ちょっととりあえずいいか、無視していって。さあ、なんか新しいポケモン出た。ゴニョニョゴニョニョゴニョニョ。でもちょっと男の子なんで。さあ進んでいきましょう。うわー、あっぶな。ちょっとちょ、噛みすぎない、何これ。もう絶対私の可愛いポケモンのチャンスはじっくりとしただけで勘弁してくれマジで。ミニスカートね、一体か。マリル10レベ長老すぎる。ふみかさん一人でなんとかなるわな。あー全然ちょろいわ。急所でこれかよ。いや、おかしくない。だからさ、1個目のジムのバランスだよね結局は。はい、もう余裕、ちょろすぎ。いいレベルアップ、これで12レベルじゃん。君の方が1枚上手ね。いや、おかしいんだよな、あのジムが。あのジムが強いだけなんだよな、ちょっと。レベル設定、おっと、何これ。ピンクの帽子かぶってる。お、スバメだ。うわぁ、なんてことだ。道具も何も使わずにトンネルを掘っていたのに変な男に追い出された。あのトンネルには大きな物音に反応してワーゲスポケモンがいる。だから機械を使っての開発工事をやめたのに。変なワーゲを起こされるとポケモンが見えないか心配だ。この中か。ああ、なんということだ。ピーちゃんと散歩してたらいきなりおかしな奴がやってきて、わしの飼いピーちゃんが奪われてしまったのじゃ。ピーコちゃんか。ピーちゃんじゃねえ。ピーコちゃんだったわ。スペシャルアップ。使わねえだろうな、でも。こっちは何もなしと。で、これもう居合切り使えるんだよね。すげえ、いいね。なんかあんのかな、奥に。いいや、今度でいい、今度見ましょうか。とりあえずじゃあもうここ、カシナダトンネル。お、あ、いらっしゃいますね。お、なんだ。どうせゴニューだろう。ゴニューだ。あ、女の子だ。捕まえるか。いけ、モンスターボール。よし、ゴニョニョゴニョニョか、いいな。ひとたび大声で泣き出すと自分の声にびっくりしてさらに激しく泣く。泣き止むと疲れて眠ってしまう。ポンコツだな。ゴニョニョニックネーム、あー、ゴニョニョか、難しいね。まあ、ゴニョニョのじゃあ5から取って、ついになんかそれらしくない名前になってきたぞ。ゴリエでいいわ。あ、ついにもうパソコンに送られるようになるのか。7匹目かな、捕まえたポケモン。モンスターボールいいね。ちょっと回復だけして、来るのか、来るなら来いよ。お、なんだこれ、どういうシステム。またゴニューのだよな。はい、来ましたよ。えい、くっそ、奪ったポケモンは何の役にも立たないし、いいところへ逃げ込めたと思ったのに、このトンネル行き止まりじゃねえか。やい、お前俺と勝負するんだな。かかってこい、ザコッパがよ。一体か。じゃあ変わんねえじゃん、結局あの人でしょ。ポチエノ11レベルよ。おー、ポチエノだよ、ポチエノだ。しかも同じレベル。始めようぜ、どっちが本当のポチエノか勝負しようよ。分かってるね。
いいね、ポチエナ使いとしてやっぱ分かってんじゃん。でも俺はもう一段階ね、妥協しないから。ここで分かってるね。さあ行くぞ、ナオミ、見せてやろうぜ俺のパワーを。よいいね。おっと、しかしそんなねことじゃね、こっちたら止まんねえからよ。はい、魚友強すぎ。むぐぐー、俺のくじも行き止まりか。アモ太郎は賞金として220円手に入れた。やっぱ漢字欲しいわ、なんかひらがなだけど読みづれ。おかしいな、リーダーの話では何かの荷物をデボンから盗んでくるっていう楽な仕事だったはずなのに。チェ、こんなもん返してやら。あざーす、素直でよろしい。で、このキャモメも回収。おう、ピーコちゃん無事でよかった。あんたピーコちゃんの命の恩人じゃよ。わしはハギというのじゃが、君は？そうか、アンモ太郎くんというのか。本当にありがとうよ。これから先困ったことがあって遠慮なくはしにとってくれ。私は十日の森の近くにある浜辺の小屋にいるからの。さあピーコちゃん、わしらのお家に帰ろうな。あ、これであれか、こっち今行き止まりだから、ここがね、だからあれか、とりあえずハギ老人のところまでじゃ一旦戻りましょうか。そしたらゴニョニョン。あ、どうでした、デボンの荷物は。そうですか、取り返してくれないですか。君本当にすごいトレーナーですね。そうだ、俺にスーパーボールいらな。もうハイパーボールまで持っちゃってるからね私。君私についてきてください。おう、ここはデボンコーポレーション3階社長のお部屋なのよね。いや、君には感謝関係、雨あられなのです。ところで、君が取りました荷物、そこカイナシティの造船所、つまり船の工場へ届けてほしいのです。またお菓子のやつらに奪われてたまりませんからね。へい、よろしくお願いしますよ。どういうことやね、社長がぜひお話ししたいそうです。私に言うと、社長、いや社長、本日はお日柄もよく、私がデボンコーポレーション社長のつわぶきだ。君のことはさっき聞いたよ。何でもうちの研究員を2度も助けてくれ。そうだね、2回助けましたね。で、そんなすごい君に頼み事をしたいのだ。君は荷物を届けにカイナの造船所へ行くんだろ。ムロタウンにもやってほしい。ムロタウンに大吾という男がいるはずでね、ちょっと手紙を届けてほしいのだ。大吾さんにせよね。了解。もちろんわしはすごい社長であるからな。ただでお願いしてたらケチなまにはしないのだ。こいつをプレゼントしよう。ポケナビ。ポケナビって何ですか？そいつはポケモンナビゲーター、略してポケナビといってな、冒険をするトレーナーの必需品なので。必需品なのに今落とされたの？結構遅くない？出てくるの。そいつで方位マップを見ればムロやカイナの場所だってバッチリ分かる。あ、地図ね。なるほど。ってたの地図じゃねえかよ。へー。で、これが大体の方園のマップらしいですね。とりあえず、どこに向かえって言ったっけ？カイナシティってどこですか？シゲタ、シダケタウン、コトキタウン、ミシロタウン。ミシロタウンが出発したよね、多分。トウカシティ、近接シティ、カイナシティだって、ここに行かなきゃいけないんだ。コトキタウンまで戻んなきゃなんだけど、これ行けんの？とりあえずじゃあ一回、多分これあれでしょ、ムロタウンに向かった方がいいってことは、まずあのじいさんに会いに行けってことだよな。じゃあじいさんに会いに行こうか。ここはどこだ？それって金積のジムバッチ、あなたトレーナーなのにこの道具使ってみたらどうかしら。奇跡の種、何それ。おい、なんで奇跡の種って説明してくれや。何奇跡の種って、ちょっとどれ。ポケモンに持たせると草タイプの技能力が上がる。じゃあ持たせるか。これあれだな、香里さんに持たせるか。で、ここはどこだ。私は萩老人のところに向かってるんだが、スーパーボール、まだスーパーボールかよ。まあ、いらねえな。向かいましょう早速。あ、出た。探してるんだよなこいつの女の子バージョンをよ。出ねえんだよなかなか。よし、来たぞ、おじいさん。こんにちは。こらこら、待て待て、ピーコちゃん。君は確かピーコちゃんを助けてくれたアモ太郎くん。その説は世話になったの。なぬ、わし、船に乗りたいとな。ふむふむ、ムロに手紙を届けて、カイナの荷物で届ける。なんだか忙しいの、君は。じゃが、それくらいお安いご用だ。わしに任せておきなさい。では、まずムロに向かうとするか。ムロタウンか。よっしゃ、行くぞ、ピーコちゃん。
ああ、結構簡単に言ってくれるんだね。なるほど。はい。うわ、トレーナーがいらっしゃるね。危ないねくね。ってか、その人が泳いでるところをさ、よく船でさ、行けるよな。そんな、もしドーンとかぶつかったら大惨事だぜ。ほい、室に到着。確か大悟とやられに手紙届けるんだったな。大悟どこにいんだよ。出てこいよ。こんばんは。この小さな島でポケモンと家族仲良く暮らすのもなかなかいいもんですよ。なんか見たことないポケモンがいたけど、あれポケモンだった？なんか土偶みたいなやついたよね、今。ムロタウン、これジム。ジムもあんだ。めんどくせえな。ムロの集会所。あ、情報の交換場所だって。ここいいじゃん。大悟さんを見かけた方は、今流行りの一人で釣りのことを調べてるんだけど、一人で釣りと鑑賞ってのは深い関係があるとか、本当なのか。何を言ってるの、この人は。まあ適当に返事しときゃいいか。今一人で釣りよね。一人で釣りって何それ。全然知らないんだけど、ちょっとダメだわ。時代が追いついてない。無理。何？トイレに行きたくなった時みんなはどうしてるんだろう。トイレに行くだろう。何を言ってんだ。ちょっとこの島の住民おかしいぞ、頭が。どうなってんだ。文明が追いついてないんだけど、この島。やばいな。メノクラゲだ。いるんだ。早いし、しかも。勘弁して、マジで。毒になったんだけど、めんどくせえな。ちょっと、まあ、いっか。あ、でもどうなんだろう。これ、そっか。ここら辺にちょっと、あ、またフミカがなんか物を拾ってるわ。楽しみだな。さあ、これ結構効くんじゃねえか、念力替えを。これ一撃で倒してほしいな。ん？全然効かないでござる。うわ、もう最悪。おお、乗り越えた。さすがだな。どうしよう、このままいっちゃおうか。あと一発だもんな。なんとかなるよ。最悪2、3発外して。お、早え。やる。よし。トイレを我慢してたから負けたんだよ、きっと。行けよ、早くトイレに。よ、トイレぐらいあんだろ、この文明の追いついてない島でも。あ、ちょ、待った。タイム。海釣りと川釣り、君はどっちが好き？断然川釣りです。海は何かと大変なんで。3匹か。コイキング、出たー。まあ、これはもう多分全部コイキングでしょ、この感じだと。ぶっ倒すわ。いやー、ひどい目にあったよ。まるで海釣りのように豪快に負けたぞ。俺は川釣りが好きだっつってんだろ。いやー、ひどいね、この人。こっぴどくやられたわ。ちょっとあと数歩歩いたらやられちゃうんだけど、まあとりあえず。そっかー、まあ一回回復するか、そしたら。さあ、突入していくよ。多分ここにいるんだろう。まあ、ああいう、あ、でもどうなんだろう。スルーしない方がいいのかな、経験値的にも。まあ、でもどっちにしろ後で戦うことになるだろうし。とりあえずめんどくさいんで、もうこの香織さん先頭で多分、もう普通に多分岩タイプ系のポケモンが出てくるんでしょう。穴抜けの紐、重要アイテム来ましたね。あ、出た、こういうやつか。フラッシュねえの？厳しい。これは、時間かかるやつだな。あ、しかも多分チャリンコないといけないやつか、今の。さあ、どんなポケモンが出てくるんでしょう。お、出た。ココドラじゃん。かわいい。倒して戦ってみるか。どんなもんなんだろう。感動。あー、急所でこれか。まあ、なんとかじゃあやるか。なるほどね。もうココドラとか出てくるんだ。あ、出てくるね。あ、出てきた、出てきた。11レベル。いいじゃん。捕まえるか。もう名前はあれだな。そのまんま徹子でいいな。もうバッチリだろう。え、嘘でしょ。今までなかった。ワンコロもせずに出てきたのは今までいなかったな。勘弁してよ、マジで。おい、おい、おい。
シャオラー来た。ここでらゲット。鉄鎧ポケモン。鋼鉄の体で思いっきりぶつかれば大きなダンプカーも一撃でバラバラだ。やばすぎだろ。高さ 0.4 メートルってさ、40センチしかないのにそんなパワーあんの？壊れたダンプカーをむしゃむしゃ食べるぞ。えげつな化け物じゃん。モンスターだな。なじゃあして。鉄子。かわいい。なんかこうばっかな気がするけど、そんなことない？鉄子ちょっと仲間に入れたいな。誰と交換するか。おお出た。わあでもあれだな、相当苦しめられた記憶があるこの人には。どうせテレポートするんだろうこれ。こいつ出てくんのか。もうやだな、嫌な記憶が蘇るわ。あなんかまぐれで到達したわ。こトレーナーはいないんだ。ちなみにここ出た。さあぐんぐん進むよ。でもあれだね、レベル上げにはあんまり困らなさそうでいいね。強いポケモンがいっぱいいるわ。ただちょっと、お出た、うわ出ました。あもうこんなポケモンも出てくる。ヤミラミさんじゃん。でもちょっと男の子なんでお引き取り願おうかな。多分強いんだろうな、ヤミラミとか野生のポケモン。びっくり。あれこれもしかして、んそんなことない。一周してきたもん俺。なわけないよね、こんなとこじゃなかったよね。いやマジでフラッシュ欲しいな。あなんか、あ来た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 、コルタっぽいぞ。これはこれは来たね。あいらっしゃいましたね。君のそれポケナビじゃないか。確かポケナビを持っているトレーナー同士で勝負をすると記録されていくんだよね。失礼、僕の名前はダイゴ。珍しい石に興味があってあちこち旅をしているんで。え僕に手紙？あの社長から、社長さんから手紙です。うんありがとう。わざわざ届けてくれたんだ。何かお礼をさせてもらうよ。そうだね、この技マシンをあげよう。鋼の翼といって僕のお気に入りの技だから。鋼の翼か、覚えられるのかな。マイコ君のポケモンなかなかいい感じだね。どうも女の子ばっかですけどね。修行を続ければいつかポケモンリーグのチャンピオンだってなれる。僕はそう思うな。じゃあ僕は先を急ぐから。ポケリングチャンピオンね。おお、なんだそれ、動いた瞬間かよ。うお出た、嘘でしょ。でも男の子ばっかだな。よーし、じゃあ多分あのバッチ2、あのバッチ多分挑戦できると思うから、ちょっととりあえずじゃあまあレベル上げしつつこういうポケモンを捕まえつつっていう感じかな。なんでとりあえず次回はまあ軽く育てて、出すぎポケモンが幕の下ばっか全部オスだし。はい、なのでまあ次回はですね、ポケモン軽く育てて、2つ目のバッチ挑戦したいと思います。多分18レベル前後で多分勝てると思うんで、はい、やっていきたいと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。